開発もうしょうもないのしかない。普通に新規で作った方が絶対どう考えてもいいな。ゲーム内容ポンチョって何よ本当にポンチョって。パチンコ行こうか。パチンコのシミュレーションで行こうかね。研究重視で、斬新さはいらないですね。リアルさ、そして、手軽さ、はい、誰でもいいっすけど、藤尾行くか。この画面がすごい気持ちいい。最終マックスの力叩き込んだらどれぐらいいくんやろね。いやまあでもこれ50、1項目50超えたら相当いいと思うんですけど、さらに面白さを掘り下げていきます。はい、ゲーム対象、いやーもう今回は取れへんような気がします。よし、アイドルスマターン、田代さん、ここに入ったらもうあかんのかもしれないですもんね。ウイグボツ、あーもうグランプリないやろな。漫画奥の太道あかんやろな。もうないもんだって候補が。超魔物帳や、超魔物帳や、腹立つ。ガンプコン、やっぱ大賞取るのが僕的にはこの動画のクリアとしたいですね。終わりがどこにあるかわからないゲームなので、やっぱ大賞を一つ目標にしましょうか。決まりましたね、目標が。パチンコちょっと苦手か、花ちゃんは。なんかあのネガティブなセリフを今吐いとったっすよ。頼むぜ。あー、意外といく、意外といくわ。あの嫌な仕事でも頑張ってくれるっていうのがやっぱプロやね。400超えは違うわ。 OK、 まったけまったけがテレビ番組で紹介された。あっ、そうか、このジャンルはダメか。まったけまったけは絶対被らない自信はありましたけど、まあ、売り上げは上がらなくなる。まったけまったけ440万本も売れてんの、すごいんやけど。オッケー、行こう。初めての仕事ですね、第一智子さん。よっしゃ、いいよいいよ。乗せる乗せる、こりゃ面白くなるぞ。オッケー、停電してない？ちょっと待って待って待って、見舞われすぎでしょ、トラブルに。トラブルに見舞われすぎでしょ。ええけどね。まあまあパチンコのゲームやから、もうそんなにあの気合い入れてないんで、パチミさんにしようかな。スロー君出したんでね。あ、いいやん、全然。へえ、全然殿堂入りしてまうわ。もう余裕やん、余裕で殿堂入りしちゃう、パチミさん。ミスター X レベル OK ね。スーパーハッカーのレベル上げていくか。スーパーハッカーが最上級職なのかなっていう感じはしますけどね。上がるな、めっちゃ上がるわ。おし、ディレクターはいいんでしょうね、結構。辰巳さん発売しています。しょぼいな受注が。開発しようか。レベルを上げたいんで、シミュレーション RPG、ロボットとか、
ロボットってあったよな。ロボット研究重視、リアルさはあんまいらずに、マニアックも、ま、あとはもうあれかな、なんかあんまりこう振りすぎないようにして底上げっていうか、こう平均値取っていこうかな、攻めない感じ、ちょっとあんま攻めないのはあれですけど、あとパンチラも、パンチラのジャンルをちょっと伸ばしたいんで、パンチラを攻めたいですね。よし、パチミさんもまあ1位は取っていく。パチミさんがテレビ番組で紹介、どんなんやねん。独創性が上がってきた。よし、ロボットがレベル2に成長。ジャンルの方よりも内容の方がレベル上がってほしい。ロボットデザインで、そのレベル5かけるレベル5で最終勝負したいですね。最終勝負したいなという気持ちがある。やっぱマックスの得点出すならやっぱそれでしょう。よし、頑張っとる頑張っとる。独創性アップいいよ。独創性さらに上げたいですか。あーあー、 80% でも失敗する。うん、それはもうよく分かってます。年俸5億か、ハロてるなさあ音楽です。国王行くか、国王、国王行くか。ロボットのためのいい曲がちょうど浮かんでたという嘘ついてますけど、謎の嘘ついてつきましたけどね。あー行くね。いや独創性伸びるね。独創性200いきそうやね、これこのままやと。行きましたね簡単に。うわ独創性がすごいな。あ、世代交代来ました。今回新しく入ってきた小学生たちには我が社のゲームの人気はまあまあ高い。あーまあある程度維持したって感じか。よし、ここで打つ、月面広告を打つ。去年の数字をねきっちり更新しておいて、もういっちょー、もういっちょー、全開だー。よし、早くチケット屋さん来てくれへんかな、待ち遠しいわ。来た、よし、転職転職。炎テクノロジーも欲しいけど今は転職や。よし、シミュレーション RPG ロボット、スーパー機械対戦。よし、歴史に残る名作じゃ。あ、これ今まで最高点じゃないですか、38点。すげえな、特に気にしてないのに最高点が出始めるな。アイテム仕様、転職、アブハラ、プロデューサー。よし、次々と転職。ミスター X はデザイナー行くか。なんかこいつしょぼいな、マジで。まあでも行かせましょうか。プロデューサーのレベルアップ、ここでもマックスいったらなんか出そうな感じありますけどね。上級職は間違いなく出るやろ。ちょっとアブハラ国王に研究データを積みましょうかね。使っていこうか。
さあスーパー機械大戦発売、アブハラしっかりやれよアブハラ。お、ゲームエンジン制作1億、よしやっとこう。そしてアブハラの教育を怠らない、アブハラ。こらちょっとお金が、よーし120万本余裕っすね。この研究データめっちゃ手に入るから結構いいな。安いのよな、安くね。ソニー、え、ソニー出すの、あ、PSB かなこれ。あー、プレスポケット PSB やこれ。綺麗な液晶を搭載した大容量ゲームの開発が可能。あ、これちょっといいね。ここでモンハンの続編、モンハン、いや、モンカリの続編をここで出せば、これはちょっと出したいな。意外と世田谷ターン頑張っとるな。たっけ、もうむちゃくちゃやな、もうたけえな。ラボリューションがすごいシェア持ってんすけど、高っ。取りに行ったらよかったな。意外とプレイステータスが伸びてないやん。まあええか、原点に戻ってパズル行こうか。いや、僕はね、ちょっと、僕はやっぱちょっと、ジャンル攻めたいんですよ。攻めたジャンル行きたいんで。いや、ここ攻めたいな。体感ゲームと美少女。かな。予算増額して、勝負かけるか。で、リア、可愛さ重視の手軽さを減らしてマニアックとリアルさ、美少女の体感ゲームですよね。これはやっぱ男性にやらした方がいいと思う。内容が美少女とは。うわ、手抜きよった、手抜きよった、ガキ手抜きよったな、これ。よしよし、転職や、即転職や。よーっしゃ、来た、予想通り当たった。ハードエンジニア、やったぜやったぜ。これでハードを作れるのかな。ゲーム開発終わってからですかね。うわ、嬉しい、来たぞ。ネット RPG、 ジャンルにネット RPG が増加してます、いつの間にか。ハード作ろうぜ、ハード。ゲームデックス当然参加します。よし、いや、あの広告も売ってるんで、ここは前年比は超えてくるかなと思うんすけど。いや、もう日本一の会社よこれ。ほら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 、6、うわ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 、伸びたな、ぐんぐんです。オッケー、よし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 。いや、いいんや、やっぱ体感ゲームで美少女っていいんや。マッチしてるって言われましたね。これ、花ちゃん。いいね。ちょっとハード開発やりてえよ。俺、ハード開発やりてえ。よし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 。やっぱ他のプロジェクト中は無理か。お金もかかるでしょうしね、多分ハード開発。わあ、スーパー機械大戦がテレビ番組で紹介されました。はい。
あざす。ちょっと金使わないようにします。広告打ちたいところですけど、ここはちょっと音楽の作り込み、よし。ともこさん意外と数字ね伸びてないんですよ。面白さだけは突出してますけど、グラフィック重要やけどな。グラフィック下垂美少女ゲームなんか絶対やりたくないんですけど。グラフィック最後ちょっと積んでほしいけど、いまいちで終わりました。面白さアップやって 100%、 100% にはできないのか。どんだけ頑張ってももう成功率は常に 80% ですか。はい、そっか、もうあれ以上は詰めないのか。あそこもちょっと運要素なんですね。面白さだけはすごいですよ。超おもろいんでしょうね。まあ殿堂入りはするやろうから、スーパー機械耐性の販売終了540万、いいんじゃない。レベルアップ、ハードエンジニア、ハードエンジニアとしての能力を開花させていく。いまだにこいつはデザイナーですわ。でも順調にやっぱりこういうことですね。これレベル上げ、教育もそうですけど、レベル上げで結構やっぱ変わるね。アブハラ国王、いまだにグラフィックの才能がひどいんですけども、よし、面白さが高い美少、体感美少女、触れる女、触れる目です。個人的に3本買いました。アホ。一緒よ。触れる目が売り出しで、とハード開発。うわー、高い。うわ、高い。64ビットチップ。カセット式携帯型。うわ、高え。ちょっと待って、64にした場合は ?64 はもうそもそも。ブルーレイ、うわ、たけえ、うーわ、これちょっと中途半端なもん作れんな。いや、ここちょっと我慢して金貯めよっかな。欲が湧きますね、これ。欲が湧くよ、これ。ネット RPG でパンチラやね。すごいジャンルの組み合わせ。親しみもクソもあらへんねん。斬新さが売りやからな。パンチラのネット RPG ってどんなん？すごいですね。ネット RPG ってどういう系のゲームのこと言うんやろ。リネージュみたいなことなのかな。ドラクエ10みたいなことなのかな。 FF14 とかそういうこと。触れる目が、よし、パンチラがレベルに来た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 。パンチラ上がった。キャラデザー、よし、パンチラのためのいい映画ね。杉本浩二さんはパンチラのためのいい映画すぐ浮かぶんでいいんすよ。この調子でいけば3本ぐらいパンチラ作出せば、まああれっすね、金は用意できそうかなって感じはしますけど、その後です。ハード売ってさらにソフトも
開発しなあかんからさ、やってやって。オッケーオッケー。独創性は欲しい、そこだけが売りやから。独創性のみやから、飲み手やから、もう独創性の。よーし、ゲーム雑誌で特集された、ファミ通的な。音楽ね、外注してもいいですけども、外注よりもうちの能力者の方が基本的に高いので。よし、パンチラのゲーム性を生かす音楽とは。よし、やっぱ伸びんな、ジャンルが悪いわ、ジャンルが悪い、伸びんわ。スーパーハッカーレベル4。なぜゲーム開発してたらハッカーになるのかよくわからないですけど。よしよしよし、行列できてます。さあ行きましょう。これはいいと思いますよ。ネット RPG のパンチラやから、つながる目。編集部一同ニッコニコ。あー弱いなー、あー弱いなー。一応殿堂入った。730万本。まあ、売れるのはもう完全に売れてますけどね。ゲーム大賞、いやーゲーム大賞パンチラで取りてー。つながる目がここか。スーパー機械大戦ジュングランブが触れる目。あーもうないわ、手持ちがないよ。もう目シリーズ、たい焼きの尻尾、たい焼きの尻尾目。くー悔しいぜ、大賞はなかなか取れんぜ。まあ自社ハードでやっぱ取りたいわ、私は取りたいので、ちょっとこっからお金貯めよう。はい。